尾張瀬戸駅と栄町駅の間を結ぶ名鉄瀬戸線。この路線を半世紀近くの間走り続けてきたのが赤い瀬戸電です。沿線の住民や鉄道ファンに広く親しまれてきました。ラストランの日には多くの人たちが駅などに集まりました。発車駅の尾張旭駅には長蛇の列。記念イベントの入場券がお目当てです。中には売り切れで買えなかった人たちも。ごめんね。そこへやってきたのが尾張旭駅の大林駅長。泣いている子供に電車のシールをプレゼントし、帽子をかぶせてあげました。よし、やったね。もう泣くなよ、ね。赤い瀬戸電に抱く特別な思いは大林駅長にもありました。人生のもう半分以上あの赤い電車とともに過ごしてまいりました。やはり相棒ですね。相方だと思いますね。子供の頃、自宅近くを走る赤い瀬戸電に憧れ名鉄に入社した大林さん。長年の念願が叶い、赤い瀬戸電が乗り入れする尾張旭駅の駅長になったのです。私はまだ定年まで数年ありますが、先に引退を迎えるのはちょっと悲しい思いですね。名鉄瀬戸線ではもともと緑色の電車が走っていましたが、48年前赤い電車が登場。その12年後には全ての車両が赤色になり、赤い瀬戸電のイメージが定着しました。しかし老朽化によって銀色のステンレスの車両への切り替えが進み、赤い電車が完全に姿を消す日が来たのです。そして迎えたラストラン。最後の走行には抽選で選ばれた146人が乗車しました。最後の運行時間はおよそ90分。乗客たちは赤い瀬戸電と刻んだ思い出を胸に巡らせます。こうして赤い瀬戸電のラストランが終了。車庫ではおよそ400人の人たちが集まり、記念のイベントが行われました。多くの人の暮らしを支え、たくさんの思い出を運んだ赤い瀬戸電。およそ半世紀の歴史に幕を閉じました。無事終われたのも皆様、ファンの方のお客様、また住民のお客様のおかげだと思います。最後にご苦労さんって言いたいです。ありがとうございます。